はい、どうも皆さんこんにちは、こがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニュースティットやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日とてアキンタ遊んでいこうと思うんですが、まあ、とりあえずですね、ゲーム実況者御用達の、まあ、このアキンタで、まあ、遊んでいきましょうか。あ、もうゲーム実況してるの、まあ、僕しかいないんだったということで、まあこのね、動画投稿者が、まあ、絶滅してしまった、まあ、週末世界の、まあ、ニューステイトを遊んでいこうと思うんですが、週末世界といえばさ、まあ、皆さん聞き覚えないですか？そうですよね、今、まあ、絶賛ね大流行中のアースリバイバル、はい、っていうゲームがあるんですが、それとさ、ニューステって同じなんですよ、ゲームジャンル的には。うん、最新のね週末世界を遊ぶ、まあ、ゲームなんで、まあ、どっちがさ流行ってもさおかしくないんだよね。だからニューステイトってさ、あと一歩のところまで来ちゃってるんですよね。はい、だからね、まあ、このゲームに、まあ、人気のね火がついてもおかしくないわけですよ。俺今日さデュエルしようと思ってここ来たんだけどさ、いつの間にか人を見失ったっていう、神隠しにやっている人が怖すぎる。あと2人ぐらいいるぞ。いやー、そしてグローザーか。グロージャーはちょっとあまり使いたくないね。で、足音が一切しないっていうの、これ非常に不気味ですよね。で、あそこ空いてますよね。いますよね、あれね。僕の目はごまかせませんよ、ということで、ちょ、一旦さ、どうしようかな。まあ、とりあえずは、まあ、この辺の物資でも漁りましょうか。マジで、身を潜めてる2機が怖いんで、とりあえずさ、あんまり隙を見せることなくやっていきたいんですが、えい、とりあえず、レッドフレアありがとうございます。じゃあちょっとさ、まずオシリスの天空竜でも呼びましょうか。まあ、神のカードを召喚すれば勝ちは固いと思うんですよね。一旦じゃあ、まあこんな感じで今日は5ミリ編成で茶を濁していきたいんですが、いるな、なんか撃ってんな、なんか偽装してね、これ絶対 AI のふりしてるな。はいはいはい、通じませんよそんなの。甘い甘い甘い、そんな撃ち方でさ俺のこと欺けると思うなよマジで。あ、あいつなんだマジで。あ、しばかれてる。あれか、いたわ、あの上か。いましたいました、あれですね。はい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 。ああまずいまずいまずい。はあ、どっか行った、怖。あれまだ、あ、いるのか、まだいるね。ちょ待て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 、当たんね当たんね、全然当たんねえじゃねえか本当に。いやーマジか、スコープさえあればしばけたのにな、もったいないことしましたね。じゃあどうしよっかな、一旦これ、あんまりここでレッドフレア打つの得策じゃねえな。一旦じゃあ、まあここでミニでプシャってやっといて、とりあえずこの辺の物資、いっぱいいた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 、まずいまずいまずい、相手は絶対スコープ持ちだな。まだいるな、あそこにいるんだもん。ちょ待ってよ、なんであそこでずっと覗いてんの。そこから動かない2機がさ怖いんですが、ちょっとマジで何ですか俺がさ、精度悪いと思ってさ、ちょっと舐めてるよなそれ。いやマジか、スコープさえあれば、俺に力さえあれば案件なんですが、とりあえず一旦引くか、ここ引きましょう。はい、引き際をね間違えてはいけない。じゃあとりあえず裏回っていきましょうか。めんどくさ、これバレてたらまあ意味ないんだよねこのムーブも。ただ敵がずっと同じ場所を見ているのであれば、まあ、僕にもチャンスはありますよと。あんまりこれさ、実はまあ右回りで行きたくないんだけど、まあ、敵のね裏をかいてあえてまあ右回っていくみたいな、はい、こっちからは絶対来ないであろうというねルートを選択することによって、まあ敵のねサイコパスをまあ乱していくわけですよ。はい、とりあえずちょっと色相を濁らせてあげて、ドミネーターでしばけるように準備しておきましょうか。いないかな、怖。まあ、一旦右回りでアンチの中入りますわ、怖すぎる。でこっち側にもさ、いないとも限らないから気をつけていきましょう。マジでどこ行った、わからんな、もうアンチ行ったのか、ちょよくわかりませんが、とりあえずはちょっと一旦茶を濁していきましょうか。レッドフレアもさ呼べないな、いたな、普通にいるな。はい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 、こっち側ね、了解です。じゃあもう当てちゃおっか、しばきまーす。
オッケー、完璧、配線ありがとうございました。めちゃめちゃかっこいいスキンつけてたね。レベル3衣装を俺は見逃さなかったぜ。いやー怖かったマジで。一旦ちょっとスコープゲットしましょうか。あ、でも3スコだったんだ。3スコでそんなに当ててきたのか。なかなかやるじゃないかお主。相手にとって不足はなし。でワンチャンさ来るかもしんないからな。いやちょっと気をつけていきたい。それかちょっと目の前のあっちとかにも行きそうだよね、その感じ。さあどこに降りてくるんでしょうか。いやどっち来るかな。自分の物資もしくはこの近くのまあ家屋に降りてきそうなんですが、ちょっとやだな再配置マジで。再配置どうにかしてくださいよ本当に。いちいち後ろを確認しないといけないっていうさ、この怖さね本当に。これがまあニューステイト特有のあれなんですが、なんか PUBG のさ PC 版もさ、なんか再配置ができるようになったっぽくって、まあなんか時代がさニューステイトにさ近づきつつあんのかもしんない。まあ、だからね、もしかしたらまたさ、まあ、PC 版がね、どっかしらのタイミングで着火した時に、まあ、ニューステイトもさ一緒に着火して炎上して消し積みになってサシュみたいな流れも考えられるんで、まあ、とりあえず気をつけましょうか。はい、 PC 版もさ再配置ありってさ、ニューステイトで多分実験してたんだろうな。いや知らんけど。はい、でもニューステイトで実験成功ということなんでしょうか。それはちょよくわかりませんが、まあバトロワのね、形っていうのもまああの徐々にね、次の段階に進んでんのかもしんない。はい、なんか次の段階にさバトロワが進むって言えばさ、ウォーゾーンモバイル、はい、5月15日にねあのリリース予定だった、まあ、最新作のさ、まあ、バトロワ、はい、COD の、まあ、最新作バトロワがあるんですけど、あれさ11月1日になんかしれっと延期されてて、俺さ5月15日にさ有給取ってさわざわざさ休み作ってたんですよね。どうしてくれるんだと、マジで。てかさゲームがリリースされるからさ有給取る人ってさいる？俺多分さ社会から見れば不適合者の部類に入るんだろうな本当に。もう僕はさ自分で自覚しましたよ今回の件で。だってなんか新作ゲームが出るから会社休みますなんて人間いますか周りに。いませんよね。稀な人間ですよねそんなの本当に。稀有な存在ですよねマジで。そういうさ珍しい人種っていうのを、まあ、やっぱりねあの保護していけないと思うんですよ。うん、だからまあ皆さん僕には優しくしてください本当に。稀な存在なんで僕っていうものは。 YouTube にさ毎日3本投稿してるっていうのもねなかなか稀な存在だと思いますよ。うん、やっぱり YouTube だけでね、まあ生計を立ててるのであればまあそれはさ必然なのかもしれないが、まあ、僕はもうほぼ趣味みたいな感じですからね。うん、でもね楽しいじゃないと多分これやれないと思うんだよね。あのお金のためだけにさやってたらさ絶対無理だと思うんだよな YouTube っていうのは。てか今言ったよな、どこ行った、え伏せた、えマジ人じゃんそれ。うわ人いるし怖怖怖。はい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 、そして後ろからも、後ろにもいたあいつ。オッケー、はい、復讐2機もしっかりと縛いてあげる。やっぱりいたか裏に。絶対自分の物資を拾ってさ来ると思ってたぜ。危ねえマジで。まあ、ワンチャン今ね僕が縛かれる可能性っていうのはめちゃめちゃあったわけですよね。だってこれ M24 でしょ。でもね敵からあえてまあこうやってねスコープを奪っておくことによって、まあ、敵のね、まあ、命中精度っていうものを下げてあげて、でまあ結果的にねしばけたということでファインプレーですね。まあ、全て計算通りなんですが、ここまで計算してプレーできるかどうかっていうのが、まあ、ニューステイトで、まあ、プロになれるかなれないかっていう、まあ、お話。はい、まあ、皆さんもねまだね、まあ、アマチュアの世界だと思うんですが、プロの世界では、まあ、これぐらいのムーブは、まあ、当たり前ですよと。でめちゃめちゃなんか渋い物資が物資が渋すぎる。どうして、なぜ。てか多分さマストに2人くらい来てたと思うんだよね。で僕とさまあもう1名の敵と今の人だったと思うんですよ。物資が薄い2機、多分ね全然漁ってないんだろうな。漁らずして一旦アンチ内に行ったんでしょうね怖くて。
だってマストに2人も来たら怖いじゃん。自分含めて3人なんてさ、そんなカオスな世界がありますかと。でここでリンクスに変えて、試合終了です。対戦ありがとうございました。今ちょっと確定してしまったかなって思いますね。僕あのリンクスをね持つと覚醒するんですよね、本当に。うん、これまあニュース世界の大麻と言っても過言ではない、覚醒剤なんで、これは。はい、ちょっと皆さんねリンクスを、まあ持ってると捕まるんで気をつけましょう、マジで。まあ大麻っていうのはさ、まあいろんな国によって、まあ、合法とか違法とかありますが、とりあえずリンクスにおいては違法です。はい、これ確実に持ってるだけで捕まります。最悪しばかれて死刑です。はい、なんで皆さんは十分に取り扱いを、まあ、注意してね、もしリンクスが落ちていても絶対に拾わないようにしましょう。これ持ってるだけで犯罪なんで危ないんで、とりあえず、まあ、僕はね、まあ、反面教師として、まあ、多分、まあ、これを持つことによって僕はしばかれてしまうんですが、でもそれでもみんなに伝えたい。はい、リンクスを持ってたらダメだよっていう、しばかれて死刑になってしまうよっていう感じ。あ、わ、いるのか、びっくりした。普通に AI だったけん、 AI はしばいておきましょうか。とりあえず M4 でブチ56してあげて、でスモークグレネードですか。なるほどね。何がなるほどなんでしょうか。 なるほどって言葉俺嫌いでさ、なるほどってさ使う人って絶対なるほどってさ思ってないと思うんだよね。茶を濁すための言葉だと思うんですよ、なるほどって、まあ、便利ですけどね。僕もさ絶対なるほどっていうのはもう使わないようにしようってね、まあ実況してる時から決めてまして、はい、もう俺今後さ一生なるほどっていう言葉使わないんで、まあ皆さんねよろしくお願いします。もし僕が使った時には指摘お願いします。はい、まあ、人間って結構さ忘れる生き物だからね。うん、でもニューステイトってさ考えること多いから、なんかボケ防止につながるんですよね。つまりこれめちゃめちゃさ素晴らしいゲームっていうこと。はい、ゲームをしつつなおかつね脳トレしていくっていう感じですよ、本当に。いやマジで素晴らしいよね、このゲームしてるだけでボケがさ、まあ、改善されていくっていうのは、まあ、非常にね、社会にとっても、まあ、有意義なねゲームなんじゃないでしょうか。とりあえずさ、まあ、アンチの中には入ってていいんですけど、セントラル2機が1枚と、あとはそっちのさ丘上に多分1枚いるんで、丘上外れたな、これ完璧ですね。いやこれ完璧だな。ちょっと一旦さ僕ここでとどまっておっか。これとどまり案件ですね。ここはあえて動かない。本当は先にアンチにね行きたい気持ちもまああるんですが、ここはちょっとぐっとこらえて敵が来るの待った方がいいな。これ得策ですね、それが。うん、残り生存8名ですか。意外といるんだよな、まだ。意外とこっからがさ、まあ、きついんですが、そんな弱音を吐いてる場合じゃねえぞと。待ってれば敵がさ勝手にほらね姿を見せてくるわけですよな。とりあえずちょっと頭が出るまで待つか。今ここでさ撃ってもよくない。あ、いる。はい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 、スパコーン抜いていきました。これがリンクスの違法性ですよね、マジで。おかしいもんこれ。最強の SR かつ DMR の性能も兼ね備えているっていう。ほらね、アンチから来た敵を一発で胴体で縛いていく破壊力、おかしいです。あんなとこにもいいか。見えました、月の糸。ということでもうリンクスだけあれば勝てるんですよ。いやマジ恐ろしいわ、本当に。この武器をね開発した人はマジでちょっとね罪を償ってほしいというか、本当に害悪だからな。最近ソロのさレアゲやっててもさ、A ダボとかさこのリンクスにしばかれるんですよ、頭一発で。マジでねくだらないんで。とりあえずそのガスは何ですか。怖っ。怖っ。どっから、どこのガスそれ。ちょっとガス漏れちゃってますよ、本当に。誰すかしっぺこいたの。怖いな。一旦ちょっと行くか、そっち側から。撃ってんね、しっかりと撃ってますね。で右回りしちゃって、とりあえずアンチ向かいます。痛い痛い、ピピピピ、危ない危ない危ない。俺反撃ののろし見せるぞここ。おんまおんま、ちょっと待って、頭出してくれ本当に頼むから。あ、痛い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 、最悪最悪、あっぶね。これがリンクスの強さ、一
発外しても大丈夫と、そういうことなんですよね。マジでおかしいよね。やばいって。リンクス持ってれば勝てるって。でもリンクスがさ、終盤腐ってくるんだよな。ここなんだよな、終盤リンクスをいかにして腐らせないかみたいな、これがまあ課題でもある。どこいるんだろう敵。まあ順当に考えればあの木裏かな。いや入ってんのかアンチ。あ、いたわいたわ。でそこいるんで、最後は冷静に頭スパン、これで勝てるわけですよ。リンクス1本あればドンカツは余裕です。ということで、まあ、皆さんね、リンクスの、まあ、違法性について今回は、まあ、勉強していったわけですが、間違いなく犯罪です。はい、この武器は絶対に使ってはいけない武器ランキング第1位認定されました。ということで、まあ、皆さんはですね、リンクス、使わずに、まあ、ドンカツ取ってみてください。リンクス使ってドンカツ取るのは普通なんで。以上、こんがりでした。じゃあな、じじー。